皆さんおはようございます。それではこれから IPCC 第6次評価報告書第3作業部会政策決定者向けサマリーの説明をいたします。国立環境研究所の松井です。どうぞよろしくお願いいたします。2022年4月4日月曜日、日本時間の24時に IPCC 第6次評価報告書第3作業部会の報告書が発表されました。IPCC の中で第3作業部会は気候変動の緩和策、温室効果ガスの排出を削減するための対策について科学的な評価を行っています。この動画ではこの度新たに発表された IPCC の報告書、その政策決定者向けサマリーについて解説をいたします。説明に用いるスライドはこちらにアップしています。できるだけ手短に説明したいと思いますので、この動画では全てのスライドを説明していません。ご興味のお持ちの方はこちらより資料をダウンロードしてください。第5次評価報告書の公表は2013年から2014年にかけて行われました。その後、今回の第6次評価報告書の発表に至るに SDGs が2015年に採択され、COP21 で合意されたパリ協定が2016年に採択されました。今回の報告書では、このような緩和策の方向性に多大な影響を与える背景を踏まえる、これまでも示されてきた長期シナリオに加えて、短中期の分析、需要サービス緩和の社会的側面、イノベーション、技術開発、移転など、新たなアプローチでの評価を行っています。こちらは、ワーキンググループ1、科学的な側面についてのスライドですので、スキップさせていただきます。こちらはワーキンググループ2、気候変動の影響に関するものですので、こちらもスキップさせていただきます。それでは、ここから政策決定者向けサマリーに記載されている内容について説明をいたします。まず、今回の報告書を通じてお伝えしたいことは、残念ながら、我々は温暖化を1.5度に抑制する経路上にはない。2010年から19年の年間平均温室効果ガス排出量は人類史上最高となったという点です。2010年代の世界の温室効果ガス排出量は、2000年代の10年間伸び率は低下していますが、温室効果ガスの排出量は依然として増加しています。世界の国々は自らの温室効果ガス排出量に関する中期目標を策定し、それを国連の気候変動枠組み条約に提出することになっていて、それを NDC と呼びます。世界150カ国を超える国々が NDC を提出していますが、現行の NDC における目標では、1.5度目標を達成する経路はおろか、2度目標の経路に対しても不十分な状況にあります。続いてお伝えしたいことは、現状での1.5度の経路には取っていないものの、緩和策のエビデンスは増加しているというこのスライドに示しているように、10年以上にもわたって持続的に温室効果ガス排出量を削減している国は増加しています。また、対策技術に目を移すと、太陽光発電、風力発電、バッテリーなどの単価はここ10年の間に大幅に低減し、その普及は大幅に増加しています。また、ここ10年の間に緩和のための政策や法律は世界規模で広がりを見せています。次は、2030年半減を実現するための対策オプションは存在する。すべての部門地域において早期に野心的な削減を実施しないと1.5度を達成することができないということです。こちらの図は、左が温室効果ガスの排出量の2100年までの排出経路、右が CO2 の排出経路を示しています。図の下の青い領域で示された幅が1.5度を実現する排出経路です。
その経路の実現のためには、世界の温室効果ガス排出量は、2025年までにピークアウトを迎え、2030年までに2019年と比べて、約4割の削減を達成する必要があります。さらに、2050年までに CO2 排出量のネットゼロを達成するということが求められています。こちらは前のスライドのグラフを表にしたものです。オーバーシュートの説明も省略させていただきます。現状で増加傾向にある世界の排出量を2030年までに4割も削減するのは非常に野心的です。なぜ早期に大幅な排出削減をしないといけないのでしょうか。左のグラフは排出経路のイメージ図です。ネットゼロの実現までの累積の排出量、このグラフにおいて色がついている部分の面積に相当します。この量がピークの温度を決定します。ピークの温度を下げるためには、できるだけ早期に温室効果ガスの排出量を大幅に削減すること。つまり、排出経路、これをいかに下方に移動させるかということが重要になります。先ほど 1.5 度経路では、世界の温室効果ガス排出量を2030年に4割程度の削減することが必要である。お示しましたが、このグラフは具体的にどのような対策が削減に貢献するかを示しています。ここに示す対策技術のうち、CO2 1トンあたり100ドルの費用となる技術で、2030年の世界の温室効果ガス排出量を2019年比で半減するポテンシャルを有しているということがわかります。技術の面からは、2030年までに4割を削減することは可能です。ちなみに CO2 1トンあたり100ドルという対策は、ガソリンでは30円弱の価格上昇に相当します。こちらのスライドも先ほど同様ですので、スキップさせていただきます。1.5 度の排出経路の実現は2050年に向けて大きなシステム変革が求められていますが、部門ごとに必要とされる取り組みもこの報告書では記載されています。エネルギー部門については化石燃料の大幅な削減、低炭素エネルギーの導入、電化、水素へのシフト、エネルギー効率向上が必要であることが示されています。産業部門ではエネルギーだけでなく素材も効率的に利用することの必要性も示されています。こちらには都市や民生、家庭部門、業務、こういったところでの取り組みが示されています。このほか運輸ですとかアポル、農業、林業、その他の土地利用、こういった部門での取り組みが示されています。このアポルにつきましては、自然生態系の保護、回復による炭素除去、持続可能な耕作、家畜管理、持続可能な食へのシフト、食品廃棄物の低減などが求められることが示されています。そのような各部門におけるシステム変革において、需要側の役割の重要性が今回の報告書では強調されます。需要側の対策とは、脱炭素に資するインフラへの変更、脱炭素技術の採用、そして人々の行動変異がこれにあたります。食、物の利用、移動、住宅などにおける対策によって、2050年の温室効果ガス排出量を4割から7割削減する可能性が示されます。一方で、排出削減が困難なものもあります。そうしたものの排出は CDR と呼ばれる技術によって相殺する必要があります。CDR とは、カーボンダイオクサイドリムーバルの攻略で、大気中の二酸化炭素を除去し、地中、地上、海洋、そして製品などに貯蔵することです。森林による炭素固定を強化したり、バイオマス発電の設置、それから発生する CO2 を回収したり、貯留したり、
直接空気中の CO2 を回収する技術を設置したり、さまざまなものがあります。ただし、これらの大規模な展開には、実現可能性の面、持続可能性の面において制約が存在すると指摘されています。緩和策の実施が及ぼす世界経済の影響について、これまでに示してきたように 1.5 度経路の実現には大きなシステム変革が伴います。しかし、変革に伴う経済への影響は成長を止めてしまうようなものでは決してありません。IPCC で取りまとめられたシナリオ分析から、GDP はどの緩和策の水準でも2050年までの30年間で2倍程度になると示されています。それに対して 1.5 度に経路に対応する緩和策やシステム変革に伴う経済影響は2050年の GDP を 3% から 4% 低下させる程度です。これは経済成長を数年遅らせる程度にすぎません。ここまで温室効果ガスの排出量の現状や緩和策の傾向、そして 1.5 度実現のための排出経路とその実現のための対策について、この報告書にどのようなことが書かれているか紹介しました。後編では対策を社会に実装させるためにどのような手段を講じればよいかについて書かれていることを紹介いたします。それでは後編もぜひご覧ください。